はい、今回はですね、うん、神奈川県の大和市までやってきてるんですけども、うん、あちらでございます。はい、ということで、はい、今回は丸亀製麺、うん、最近ハマってるからね。今日はなんかちょっと新しいメニューも出てるみたいなんで、やったー。はーい、ということで行ってみましょう。はーい、ゴー。これ行ってみ。ということで、あやちゃんは温かいやつ、はい、で自分は冷たいやつ、はい、これが旨辛担々うどんの冷たいやつ、冷たいもん、うん、これの冷たいやつ、はい、温かい、温かいですね、うん、美味しそうです。すいません、うん、生姜とね、はい、これに合うんじゃないかと。よっしゃ、じゃあ食べていきましょうか。はい、では生姜、生姜、はい、うん、生姜もネギも合うね、合う、合う。ネギも結構入れると美味しい。めっちゃうまかった。あの冷やの方だよね、うん、あの冷やで食べるとどう？冷やで食べるとどう、うん、あったかいの食べてないのちょっとよくわかんないですけど、うん、冷やで食べて美味しいですよ。あ、本当。で今回ね、うん、途中までそのまま食べたんですけど、うん、あれ生姜もっと早いうちから入れた方が良かったかなと思って、うん、あ、風強い、すいません、風が強いですけど、すいません、
結構あのなどだし、うん、つゆってんですか、はいはいはい、あれがすごい濃厚で、うん、確かにその生姜とかあとネギとかをこうたっぷり入れても全然こう味負けしないというか、ね、そうそうそう本当にね、うん、でネギもたっぷり入れるのをおすすめしますね、あれはね、うんうんうん、あの丸亀製麺すごいところは、うん、ネギとか生姜とか本当にこう好きなだけ入れられるっていうの、 あれが本当すごいなと思うんですけど、そうですね、中でも今日本当生姜がこれほど合う、うんうん、うどんってまああるんでしょうけどあるんでしょうけど、うん、いやちょっとびっくりした。ああじゃあ今度私ももっともっと生姜を入れてみたいなと、うん、私は、うん、あのやっぱ後半ちょっとねあのもったりした感じの濃厚な、うん、あの出汁がね、うん、ちょっと飽きてきたので、うん、最後に出汁醤油をかけてみたんです。さすがやな、あれ美味しかった。だあれ普通の出汁もう入れたらうまいかもしれない、うん、あそうかもしれないね、うんうん、それも揚げ玉とかね、揚げ玉とかもいいかもしれないっていうことは、はい、何じゃなくて、うん、大盛りにした方がいいですね、特盛りとかいろいろ楽しむにはね、うん、確かにね、あそうだね、今度からちょっともうちょっと多めに頼んでみたいと思います、うん、はい、いろいろアレンジして、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。